はいどうも。今日のオープニングはですね、ちょっとね、こう天体撮影のためのその準備とかその様子をですね、ちょっと流してみましたけど、まあ、最近ですね、僕はこう野鳥を撮りに行って、その様子を動画に収録してアップしていることがね、ちょっと増えてきたかなと。ただ自分はアストロ&バードフォトグラファーと言ってますから、天体の方もですね、ちょくちょくと、いろんな準備をやっているんですよ。そこで、今日はですね、そのあたりをちょっとね、雑談的に話しておきたいかなと思います。それではですね、本日もよろしくお願いします。それでまずなんですけれども、よっちゃん宇宙カメラ雑学団ね、その2万人登録記念がありまして、僕もですね、そのプレゼントですね、ちょっと応募しました。これはですね、応募すればみんなにプレゼントっていう形だったんですけど、で YS イメージさんからですね、こちらの天の川の非常にね、美しいプリントがですね、到着しました。はい、どうもね、ありがとうございました。でちょっとですね、プリンターがこうぶっ壊れちゃったらしくて、まだね、届いてない方もいらっしゃるかもしれないですけど、いずれですね、来ることだと思います。でね、こちらの写真ですね、非常にね、こう美しいプリントなんですけど、まずね、この天の川の透明感がね、すごいですね。いや、これね、非常にこう、うねうねってね、暗黒体とかも写ってますし、この透明感もね、非常にいいなと。そして、こちらですね、カメラが EOS 5DS に、レンズがですね、僕もちょっと買おうかなと思ってる、EF35mmF1.4、BR 光学素子が使われてる一本なんですけど、そのね、レンズがね、素晴らしいですね。この四隅の方まで行っても、端っこの方まで行っても、ほとんどですね、収差が目立ちません。それに全体もですね、色収差っていうものがほとんどね、わからない状態です。屈折光学系でここまでできるっていうのが非常にですね、ちょっと驚異的な感じですね。はい。で、これはですね、僕はなんでですね、今回応募したかと言いますと、やっぱりですね、こう手元に参考材料が欲しいと、しかもリアルなですね、やつが欲しいんですよ。これはですね、本来は、約4000円ぐらいで入手できるものなんですけど、そういったね、商品価値のあるものを手元に置いといて、いろいろそのカラーバランスだとか、この、なんていうかな、いろんなバランスの取り方っていうのがね、あるんですよ。星の色だとか、サイドどれぐらいまで持っていくかとか。で、自分がですね、こう写真を撮って最終的にプリントするときに、やっぱりこういうね、リアルなものが1枚あると非常にね、いいかなと思いましたんで、ちょっとね、今回ね、こちらの方を、買ってはないんですけど、いただきました。でね、非常にこう星のね、サイズとかがちっちゃいので、さらにね、大きいサイズとかも欲しくなってきますね。ただ、僕はもう一個ね、買おうと思ってるのが、星系写真の方です。で、実はですね、注文もしておいたんですけど、ちょっと手違いがあったらしくて、そちらの方はですね、お金を出して今後ね、購入させていただこうと思います。星系の方もですね、やっぱり、そういったですね、なんていうかな、バランスの取り方だとか、どういうふうに持っていけばいいのかと、それをですね、やっぱ1枚手元に置いておきたいんですよね。で、ちょっとね、今はさっきも言いましたけど、プリンターが壊れてるし、あとね、かなりね、こうバックオーダーが溜まってる状況らしいので、ちょっとお忙しいということなんで、またそれが落ち着いたらですね、またご購入させていただこうと思います。はい。で、僕もですね、今後こういうプリントを作るときに、こんな感じで撮れればいいなと思うんですけどね。ただね、山口から撮ると、この領域だったらですね、かぶりがもっとすごいんですよ。これね、全然ね、もうかぶりは完全に取ってあるんですけれども、ここまでやる自信はないな。どうしても南の方はですね、愛媛とか四国があってですね、そこにね、若干こう都市があるんですよね。だからね、四国まで行くか九州まで行くかすればですね、もうちょっとかぶりの少ないところでいい感じに撮れるのかもしれないですけれども、今ちょっとね、移動っていうのは、不要不急の移動っていうのはね、控えないといけないですからね。自分の撮れる領域で、やっていこうかなっていう感じです。プリントはですね、どんな領域撮るにしろ、参考にはなりますからね。はい。で、それで、今からですね、僕は冷却 CCD を使って、天体撮影をしようと、そういう準備をしているわけなんですけど、こちらがですね、昨年購入した、QHY11 です。なんですけど、やっぱりね、今こういう状況ですから、
ちょっとね、いろんなパーツっていうのが、特に海外製のものが多くて、まあ、取り寄せがですね、難しいという状況が続いてます。まあ、だけど、できることはですね、やっていこうという感じです。ちなみにこちらはですね、一応この EF マウントに対応していますし、あとはフィルターもですね、Hα の35ナノメートルが入ってます。だから、こう、モノクロでのですね、撮影っていうのは、まあ、できる状態なんですよね。ただ、ちょっとね、そのバックフォーカスとかの調整を今しているところで、まあ、冒頭のね、映像でも流しましたけど、まあ、リングパーツをですね、こう四苦八苦してね、作りました。まあ、昔はですね、あんな感じでよくね、工作していたんですけど、まあ、ドリル使ったり、まあ、糸のこ使ったりしてですね、ギコ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 やってたんですけど、まあ、久々にやるとですね、ほんとね、もう肩肘が張るっていうか、まあ、だいぶ疲れましたね。今それでどういう状況になっているかと言いますと、まずね、こちら側の2ミリのリング、そしてあと3ミリの、ものも作りました。ただどちらもですね、ちょっとね、帯に短し、たすきに流しっていう状況になっていまして、こちらのね、2ミリ厚だと、まあ、無限遠は出るんですけれども、ちょっとね、距離指標で言うと手前側に来てしまうんですよ。で、3ミリだと、今度は逆にね、こう、無限遠が出ないという状況になっていて、まあね、当初の予定通り2.5ミリでやればよかったなっていうね、今思えばそういう感じなんですけど、ただね、こういうリングっていうのは、まあ、捨てずに取っておこうと、まあ、せっかく作ったからもったいないというところもありますけれども、フィルターとかの厚みを変えると、またバックフォーカスが若干変わってしまうことがありますんでね、まあ、どっかで役に立つっていうことは、まあ、あると思いたいですね。はい。それとですね、あとは乾燥空気送風システム、それもね、今作ってる最中で、これですね、どうしてもバックフォーカスの関係で途中にですね、そのヒーターをですね、配置できなかったんですよ。この薄いやつを使わなきゃいけなかったから。それで、対策として、結露対策として、別の方法が必要になってくるんですけど、買ったものがですね、こちらになります。これはですね、京林さんの、ハイブローエアポンプ C8000 というもので、まあ、割とですね、天体撮影で使われている方も多いですね。結構ね、パワーもありますし、あとはですね、音もそんなにね、大きくはないということです。これですね、一応ね、スイッチオンにして、動作確認してみたんですけれども、こう手のひらに当ててみるとですね、プシューっていう感じで、結構ね、勢いよく、空気が出ていました。で、それをですね、まあ、三分岐しようと思っていまして、まあ、どこに使うかと言いますと、まずこのフィルターホイールのですね、こっち側と、こっち側。そして、あとはですね、レンズもですね、乾かそうということで、まあ、三分岐ぐらいはですね、できる能力があるようです。ちなみになんですけど、このエアポンプですね、なんだったっけ？錦鯉専門店から来たのかな？最初、なんか、ミスってオーダーしたかなと思ったんですけど、まあ、もともとですね、こう、そういったね、魚を飼育するためのものですからね。はい。まあ、ちょっと考えてね、分かったっていう感じです。それとですね、あと、こちらにね、ついているこのホースなんですけど、これね、ブラックにした理由があるんですよ。まあ、なぜかっていうと、その透明のやつ使うとですね、こう、途中光が通ってしまって、また明光の原因になったりするわけですね。フィルターホイールにこう空気を送り込むわけですから、そこにですね、光が漏れ込むと非常にまずいんですよ。まあね、普通の撮影だと、例えばシャッタースピードっていうのが、まあ、100分の1とか、まあ、10分の1とか、まあ、せいぜい、まあ、遅くても1秒とかじゃないですか。だけど、冷却の撮影っていう場合はですね、10分、20分とかやるわけですから、ちょっとね、こう光が漏れ込んでしまうと、あっという間にかぶってしまったりするわけなんですよね。だから、いろんなところですね、こういうね、ちゃんと艶消し黒でやっておかないとダメなんですよね。本当ですね、光学系とセンサー以外っていうのは、もう光を完全にこうブロックしておかないとですね、ちょっとしたことで、こう一気にコントラストが低下したりします。そうそう、さっき紹介したですね、こちらのね、自作のリングパーツなんですけど、まあ、これもですね、後でブラックに塗る予定です。まあ、そんな感じでですね、こう天体撮影っていうのはね、まあ、いろいろ大変なところがあります。で、これで全てのパーツが揃ったかと言いますと、まあ、そういうわけでもなくて、まだね、その乾燥空気の方も途中シリカゲルのね、
層を通さないといけないんですけど、そのためにですね、米研ぎシェーカーだったかな、それもね、注文したんですよ。ただ、まだ届いていません。どうもね、ちょっと廃盤になっちゃったのかな、若干ね、こう手元に届くまで、時間がかかるようですね。もともとね、こう、ホームセンターとか、そういったところをいろいろ探して、入手しようと思っていたんですけど、ちょっとね、僕の周りでは売ってなかったです。なんでね、この米研ぎシェーカーがいいかと言いますと、これですね、2層構造になってるんですよ。で、下の方に、こう、シリカゲルを入れておいて、そこをね、こう、空気の通り道にして、で、乾燥したものを出せると。で、上の方にですね、まあ、ちょっとね、隙間がありますんで、そこにいろいろとまた細工ができたりするんですよね。だから、これがね、欲しいなと思っていたんですけど、ちょっとね、今、手元に届くまで、時間がかかっているところです。まあ、あとはですね、こちらのカメラの方も、周りのですね、なんて言ったらいいかな、まあ、共闘バンドとはまたちょっと違うんですけど、まあ、それもね、注文しようと思っていて、まあ、そこらあたりが揃っていったら、まあね、5月ぐらいにはですね、撮影できればいいかなと思ってるんですけどね。まあ、多少ですね、こう、光害があっても撮れると。だからね、今こう、だんだん新月期に向かっていますから、そういう時に使うのはですね、ちょっともったいないっていうところがありますので、まあ、次のね、新月期は、まだ D810A とアポゾナーで、また高精夜写真をね、撮ってこようかなっていう感じですね。はい。天体写真の方は今そんな感じで、まあ、ちょくちょくといろんなところに手を加えてるっていうね、感じです。それでなんですけど、まあ、天体といえば写真だけではなくて、まあ、観望とか、あるいはね、こう観測といったところもあります。そこで今日はですね、ここに望遠鏡を置いているんですけれども、この望遠鏡でですね、ちょっとね、観望もしたいなと思っていまして、せっかくですね、こうスコープテックさんのゼロがここにあるわけですよ。さらに、こちらはですね、口径101ミリのボーグ 101ED、 結構ね、口径もでかいです。さらにね、そのパーツとして、こういったものがありまして、これはですね、変換アダプターなんですけれども、認知アイピースが使えますし、さらにこのアダプターを使えばですね、アメリカンサイズのアイピースもいけちゃいます。だからね、ちょっとアイピース今欲しいなと思っていまして、ただまあ、観望っていうのは僕の場合はそっちをね、こう、毎回やるっていうわけではないので、まあ、撮影の合間に何かできればっていうね、感じでやっていこうと思いますので、まあ、ほどほどに使えるやつをちょっと買おうかなと思ってます。だいたいそうだね、倍率的には、まあ、30倍、70倍、120倍ぐらいあればいいかな。ただまあ、今ね、いろんなもの買わなきゃいけないから、まあ、そちらが優先になってくると思うんですけれども、ゆくゆくはね、これでちょっとね、観望的なこともやってみたいなと。そうそう、それとですね、今こちらの方に、ついてますけれども、これね、惑星撮影とかで使われる、NEXT Image 5っていうものなんですよ。これね、実は僕のものではなくて、まあ、友人がですね、ちょっと山口から帰るときに置いていったものなんですけど、どうかな、やつね、置いていったまんまにしてるんですけどね、いいのかな。まあ、どっかでね、また使っていこうかなっていう感じです。これ、カラーとかも撮れたっけ？ちょっとね、今まで僕あんまり使ってないんで、わかんないんですけれども、まあね、惑星撮影とかしようと思うと、ちょっと赤道儀の方がしんどいっていう面がありますんで、SS1 で使った感じ F4 仕様だったらまだなんとかモーメント的に、クリアできるんですけど、この長さはね、ちょっと苦しい感じなんですよね。だから、まあ、こう、アイピースじゃないか、これをちょっとくっつけて、電子観望的なことをですね、まあ、やっていこうかなっていう感じです。まあ、そんな感じで、撮影だけではなくて、こういったね、観望とかも若干ね、今後何かやっていきたいなと思っているところです。ということで、今日はですね、天体に関する雑談をやっていきました。まあ、こういうね、プリントをいただきまして、あ、いいなと、僕もですね、ゆくゆくはこんな感じのものが作れればいいなと思っていますし、まあ、そのためにはですね、まあ、いろいろと今ね、こう準備をしている段階と、そして写真だけではなくて、こう観望とかも楽しみたいと、せっかくですね、こちらの方とかね、使えるものがありますんで、このスコープテックさんのゼロとか、非常にね、こう有用なものもありますんで、まあ、今後ね、活用していきたいなと思っています。それではですね、今日はこれぐらいで終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。失礼します。さよなら。